お願いします。はい、それでは両選手のプロフィール見ておきましょう。まずはチャンピオンのラウル・マルケスです。マルケスは多彩のコンビネーションを誇る左ボクサーファイターで、92年バルセロナオリンピックライトミドル級のアメリカ代表となり、その後プロデビューしています。以降連戦連勝無敗のまま、去年4月ペリン・ノリスが返上しました IBF 世界ジュニアミドル級タイトルをアンソニー・スティーブンスと争いまして、9ラウンド TKO 勝ちでチャンピオンとなりました。戦績は28戦全勝、うち20の KO 勝ちがあります。一方、挑戦者のヨリボーイ・カンパスはメキシコ・ナバホア出身の26歳です。打ち合いを好むファイターで、87年プロデビュー以降13連続 KO 勝ちを記録。94年9月フェリックス・トリンダードの持つ IBF 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが、壮絶な打撃戦の末4回 TKO 負け。96年10月にはホセ・ルイス・ロペスの持つ WBO 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが、5回 TKO 負け。今回はジュニアミドル級に階級を上げての世界タイトル挑戦となります。戦績は70戦68勝2敗、68勝のうち58の KO 勝ちがあります。はい、戦績を見ますと両選手ともノックアウト率がかなり高いんですね。どんな戦いぶりなのか、ダイジェストをそれではご覧いただきましょう。まずこれはですね、ラウル・マルケスの試合、相手はキース・ムリングスです。昨年の9月13日に行われた試合です。まあ、皆さん初めてご覧になると思いますけれども、小泉さん、この試合の印象、私たちは見ていたんですけれども、どういう印象が残ってますか？この時はムリングスピンチヒッターだったんですね。本来ヨリボーイ・カンパスが挑戦者だったんですけど、練習中に胸の痛みを訴えましてね、ムリングスがそのピンチヒッターだったんです。急にはピンチヒッターだから、いい試合をするのをムリングスかなと思ったんですけど、それはムリングスは、いい試合したんです、はい、これはあと判定で揉めたの、2対1でマルケス勝ったんですけれどね、お客さんかなり騒ぎましたね。2対1です。そして、もう一方ですね、ヨリボーイ・カンパスのダイジェストもご覧いただきたいと思います。こちらはですね、フェリックス・トリニダードとの試合です。この試合はですね、 IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチ4ラウンド TKO 負けを喫して挑戦失敗という試合です。ただ2ラウンド目にはですね、ヨリボーイ・カンパス、そのトリニダードからダウンを取るんですね。本当にショートの左フックですね。浜田さん、この試合はどうですか？トリンダードのもろさも出たかなという感じはしましたけどね。カンパスの強打にはこの時はびっくりしましたね。膝がガクンと折れました。ただやっぱりその後フェリックス・トリンダード強みを発揮します。カンパスは負けましたけど、カンパスには勝ってないんですよね。カンパスね、はい。TKO 負けを喫してしまいました。さあ、この両者今日は激突するわけですが、浜さん、どの辺がこの対戦のポイントになりそうですか？カンパスの突進をですね、チャンピオンのマルケスがどういうふうにかわせるか、ね、これかわせなかったらやっぱり、チャンピオン交代劇があるだろうし、サウスポーのテクニックが見れればやっぱりチャンピオン防衛となるでしょうね。小泉さんはこのカンパス長い間ずっと見てると思いますけれども、はい、どういったところが一番の魅力ですか？体の割にリーチ短いんですよね、ところがショートパンチにパンチがあるんですね、はいはい、そして打ち出したら止まらないんですね、だからその自分の距離に、引きずり込めばですね、このカンパスっていうのはパンチがありますね。どんどん打ってきます。それで上下の打ち分けもうまいですね、はい。クラスを上げまして、このクラス4連勝だということですね。そうですね、ホセ・ルイス・ロペスに敗れてから今4連勝してますよね、はい、勢いがついています。さあ、マルケスがこの強打のヨリボーイ・カンパスを相手にしてどんな試合を見せてくれるんでしょうか、ご覧いただきましょう。この試合ですが、昨年の12月6日です。ニュージャージー州のアトランティックシティで行われたものです。 IBF 世界ジュニアミドル級タイトルマッチ、チャンピオンラウル・マルケス対ヨリボーイ・カンパスの一戦です。カンパスはランキング7位です。チャンピオンマルケスが3ヶ月ぶりの試合、カンパスは5ヶ月ぶりの試合になります。Boxing Commissioner Larry Hazard Sr. This bout is also sanctioned by the International Boxing Federation. President Robert W. Lee. Supervisor at ringside for the IBF, Marion Muhammad. The three judges scoring this bout on a 10-point must system will be John Pottery.
Paul Venti and Nelson Vasquez. And when the bell rings, your referee in charge of the action, James Condon. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the IBF Junior Middleweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, weighing 154 pounds and wearing red trimmed with white. He brings an outstanding professional record into the ring of 68 victories, 58 by knockout with only 2 defeats. From Navajo, Mexico, here is the challenger, Yoriboy Campos. 3度目の世界挑戦になります。メキシカン、ヨリボーイ・カンパス。Across the ring, fighting out of the red corner, wearing gold trimmed with black, and weighing in at 153 and one half pounds. This 1992 USA Olympic team member now has a perfect professional record of 28 victories without a loss, 20 by KO. Ladies and gentlemen, from Houston, Texas, presenting the undefeated IBF Junior Middleweight Champion of the World,メキシカンです。ラウル・マルケス。これが3度目の防衛戦です。レフェリーはジェームズ・コンドン。IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。場所はニュージャージー州アトランティックシティのコンベンションセンター。ラウル・マルケスは92年のバルセロナオリンピックのアメリカ代表ですね、はい、ライトミドル級で出ました。オスカー・デラホヤとチームメイトだったんですね、3回戦まで行ったんですけれど、オランダのですね、オーハン・デリバスに敗れてるんですね。この勝った方のデリバスはその、決勝まで行きまして、それで敗れてますから銀メダリストですよね。さあ試合が始まりました。カンパスが赤のトランクスです。そして黄色のトランクスがチャンピオンのラウル・マルケス。メキシコ系なんですがアメリカ国籍です。アメリカ人のラウル・マルケス。非常に慎重なヨリボーイ・カンパス。これが71戦目になります。3度目の世界挑戦。ヨニさん、年齢の割にはカンパスというのは挑戦者随分キャリアは、ね、豊富なんですね。そうですね、メキカンでですね、その試合数の多い選手っていうのはいますよね。身長が173センチですが、リーチ、普通身長を上回るものですが、ボクサーは170センチです。先ほども話にありました、若干、短めのリーチです。私などマッチメーカーでその相手選ぶのにいつも苦労しますけどね、この26歳で70戦も詰めるっていうのはやはり中堅クラスがやはりそのいるからですよね。対戦者がいるからそのやはり70戦もできるんで、ある意味でそのキャリアを詰めるっていうのは羨ましいですよね。第1ラウンド2分が経過しました。両選手とも26歳です。ちょっとブーイングが起こり始めています。コンベンションセンター。左打ち、右を返しました。今の右フックの返しは良かったですね、左のストレートも伸びます。この流れというのはチャンピオンにいいですね。ああそうですか、ヒーロントランクスがラウル・マルケスチャンピオンです。28戦全勝 20KO です。右合わせていきます。チャンピオン、ちょうどチャンピオンのマルケス打ちやすい方向に動いてますよね。サウスポーのチャンピオンマルケス、体を若干外右側に置いています。右合わせていきました。カンパス、
第1ラウンドを終えています。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。まあ、このラウンドは、まあ、チャンピオンのラウル・マルケスの方がジャブをよく出してましたし、ワンツーからの右フックの返し、あれクリーンヒットしましたから、はい、チャンピオンのラウンドにつきますね。そしていつものように採点基準、それでは小泉さんお願いします。はい、まずボクシングの採点では有効なクリーンヒット、これが第一なんですね。はい、次に構成、そして防御技術、そしてペース支配、リングジェネラルシップというのです。この序列で採点をつけていくわけです。はい、そしてダウンが1度あると10対8ですね。ダウンが2度あるとその10対7、はい、そして、まあ、金さんのラウンド、もう非常に接近したラウンドもですね、できるだけその10対10をつけないで10対9、差をつけるというのが世界的な採点傾向です。はいはい、こちらが挑戦者、カンパスのオーナーです。一番上にミゲル・ディアスさんの名前が入っていますが、いつもですとカットマンの、ね、はい、役目ですが、今回はトレーナーということで入っています。もともとカンパスはメキシカンなんですが、メキシコを離れまして、小泉さん、これラスベガスでトレーニングを積んだという話ですね。そうですね、まあ、ガール・マルケスもですね、この、まあ、ラスベガスのトップランクジムで練習してますけどね。そのヨリボーイもですね、ラスベガスでずっとトレーニングしてきてらしいですね。はい、第2ラウンドです。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、このクラスに上げまして4連勝のヨリボーイ・カンパス。おーっとっとっとバランスを崩します。まあ、微妙なところですね。レフリー言ったら取るかもしれません。今のは取るレフリーもいるでしょう。実際オープン気味で引っ掛けましたけどね、はい、当たっておりますからね。いい攻撃になります。詰めていきます。ちょうどですね、カンパスがマルケスの中側に入ってるわけですよね。はいはい、そうするとマルケスの左ストレート、右フックがもろに当たるところに動いてるんですね。まあ、動いてるというよりも動かされているというところですね。このポジションというのはマルケスが主導権を握ってるわけです。そういうことですね。はい、インサイドから右のストレートを打ち込んできます。チャンピオンマルケス、おーっと出てくると顔が上がります。まあ、カンパスはですね、回り方が常に右へ回ってるんですね。はい、あれは右でリードしようと、このパンチを打とうと右へ回ってるんですね。はい、サウスポットやるときは相手の左から遠ざかるように左へ回るんですね。はい、まあ、これがヨリボーイ・カンパスの今日の戦法なんですよね。攻めるやり方には一つのそのやり方なんですね。右から入っていくという、はい、右構えの選手が、ただ打たれやすいところに動いていることも事実なんですね。なるほど。まあ、自分のパンチも当たりやすいけれど相手のパンチも食いやすい今のパターンですね。正面にいます。確かに今のおっしゃる通りでしたね。自分のパンチも入るんですがパンチをもらってしまいます。やるから右のストレート、レフェリーが間に入ります。カンパスは本領発揮はできてないですね。カンパスは、マルケスが 右に動かしてますからね。そういうところでカンパスとすればもう少し一工夫必要なところありますよね。自分のパンチも入るんですが非常に危ないところに立っています。ヨリボーイ・カンパス、チャンピオンのマルケスは無駄の動きがないですね。そうですね、はい、残りわずか、右打ち押し、2ラウンド目終了です。まあ、このラウンドも有効なクリーンヒットはチャンピオンの方が多かったですね。まあ、右フック引っ掛けで、まあまあ、ダウンさせたんですけど、まあ、スリップになりましたけどね。ああいうパンチもあるんですが、スピードでは上回ってますね。チャンピオンカットしましたね。右目尻押さえつけていますラウル・マルケス。97年の4月アンソニー・スティーブンスに9ラウンド TKO 勝ちで空位だったこのタイトルを手に入れました。もともとはテリー・ノリスが返上したタイトルであります。ただこのアンソニー・スティーブンス戦は非常に問題のある試合だったんですね。はい、というのはそのダウンを取ってその後そのラッシュをかけた時にリチャード・スティールがストップかけたんですけど ねレフリーストップ、それで TKO になったんですけど、後でビデオをスローモーションで見るとバッティングで倒れてたんです。バッティングダウンだったんですね。
まあそういった論議を醸し出しましたが、とにかくタイトルをゲット、そして2度の防衛を飾りました。これが3度目の防衛戦です。2度目の先ほどご覧いただいたキース・ムリングス戦からは3ヶ月ぶりの試合になります。第3ラウンドに入りました。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。右をショートで打っていきます。カンパス今注意されたのは手を回すなというの。そうですね、その相手 の, その頭の後ろが巻くなという指示だと思いますけどね、はい。カンパスもどんどん体が大きくなっています。まだ26歳。浜さん、ポジション的には変わりはありませんか？第3ラウンド変わらないですね。あ、一緒ですか。あのチャンピオンいいですよ、はい。右をパチン立てます。チャンピオンちょうどですね、カンパスが打ち込もうとするとチャンピオンの右がいいタイミングで入るんですね。ちょうどカンパスの彼が立っているところがあるんですね、はい。そうするとカンパスの右が当たりやすいんですね。ロープを注意されています。指2本かかられました。2度目だぞという。2度目ですね。それも注意ですね。おそらく次は原点を捉えることでしょう。今軽いパンチですけど左フック当たり始めましたね、はい。カンパスカンパス今度は右のストレート、これは届いていないか。左を出しますがブロックされました。この左です。ボディブローオート、しかしマルケスのパンチ当たりです。相打ちか。左から右、いい打ち合いしてますね。第3ラウンド 1,2 ラウンドでなかった打ち合いになります。打ち終わった後カンパス体立ったところあるんで、はい、そこは危ないですね。また左をもらいかけました。カンパス逆襲です。あ、下がります。チャンピオン下がります。パンチはあるんですね。やっぱりカンパスパンチはあるんですね。またそうですね。チャンピオンの右顔面が膨れてきます。あ、時計を止めました。時計を止めました。マウスピースですか。ミゲル・ディアストレーナーが自ら口に放り込んでいました。さあ再開です。ボディブロー盛んにカンパスします。左フック当たってますね。カンパスのリズム良くなりましたね。そうですね、カンパスはこういう打ち合い好きなんですね。それとあの距離が先ほどよりも詰まりましたからね。あ、なるほど。できればマルケスとするともう少し見知らぬストレートが伸びきるところがいいんですけどね。右を使いました。距離を一瞬置こうとしたんですが張り込んできます。カンパス、ここでゴングです。第3ラウンド終了です。このラウンドお互いいいパンチを入れ合ったんですけど、ね、そのパンチの効果考えると、ね、私はよりボーイカンパスの方がですね、より効果的なパンチをその入れてたように思うんですが、よりボーイのラウンドにしますね、はい。あ、チャンピオンのまぶたのあたり随分グッと来ましたね。右目ですから、カンパスの左フックを食い始めたということで言えますね。それからあの左も何か食いましたね。まあ、これが目にでも入ってくると随分やりにくくなりますね。いや、随分晴れました。まあ、ラウル・マルケスはこれ手数はよく出るんですけれど、ディフェンスに何かありますね。あ、この前のキース・モリング戦もかなり画面が晴れましたね。そうですね。さあ、第4ラウンドです。ずいぶん積極的に打ち込んでいきます。カンパス、ずいぶん浜田さん、カンパスの感じが変わってきましたね。そうですね、距離がいい距離になってきましたね、あの距離だとチャンピオンの左ストレートがあんまりいけないですね。これとちょうどカンパスが右ストレート一発で終わるところを続けるようになりましたよね、はい。チャンピオンのマルケスが若干押されています。
ただあのカンパスも入っていくときに体を立てるとやっぱりまだ左ストレート怖いですよ。このカンパス、いや、チャンピオンのマルケスは名エベンツ社と別れましてボブ・アラムと現在は組んでいます。トレーナーを実のお父さんアルツボさんに転向しています。そうなんですね。最初プロに転向した時はメインイベントと契約したんですけど、まあ、途中でトップランクにそのトレードされたんですね。まあ言ったらライバル会社ですよね。まあそうですね、大きな移動ということになります。ただホワイトホークって言いますかね、はい、まあ、まあ白人のそのホークっていうのはですね、やはりアメリカのボクシング界では商品価値があるんですよ。まして、オリンピック選手上がりですね、はい、ライトミドル級の代表になりましたラウル・マルケス、残念ながらメダル獲得はなりませんでしたが、やはりそれ相応の待遇で迎えられたこのプロ、これが29戦目になります。チャンピオンマルケス出ていきます、はい、打ち込まれてきましたね。当たり際があります。攻め込まれてきましたね。ブーム出てきます。そういうところに少しショートでいいパンチ決めきれるといいですよね。チャンピオンはやりました。チャンピオンワンツー、キロフィスネック、それがチャンピオン、また同じ注意を抑えられています。抱え込むなということでしょう。まずはですねパンチ、あのラビットパンチの注意ですね。結局タイミングの問題なんですね。足の位置を見るとですね、そうそう、はい、ヨルゴイカンパスの方がですね内側に入ってるんですよね。普通外側へ出すって言うんですけれど、内側に入ってしまうと自分の右ストレートはインサイド入りますよね、はい、それから相手の左も来るんですけど、そのヨルボーイのパンチの方が先に当たってますよね。まあ、あの先ほど申しましたけどヨルボーイの方がより効果的だったと思いますね。そうです、はい、3、4ラウンドと挑戦者が取っています。おなじみのコンベンションセンター巨大なホールです。IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ12回戦。Acuérdate de no tirar el golpe perfecto. El que sea, por aquí, por aquí, por aquí, pero tírale. No espera acomodarte. Me dice que sí, pero después no lo hace. ジュニアさん、スパニッシュですね。そうですね。あの、よく戦ってるって言ってるんですね。はい、そして、そのボディ打てって言ってるんだと思いますね。そのサイドの、その右のサイド、左のサイド。そして、切られっていうのはそれでその打ちまくれっていうことですね。手を出せって言ってるんですね。ということは浜田さん、はい、カンパスはこのペースでいいっていうことなんでしょうね。あのペースに乗れてきたっていうことですね。第5ラウンドです。どんどん手を出していけるファイタータイプですからね、まあ、こういった戦いぶりがやっぱり自分のリズムを蘇らせるんでしょう。 IBF の世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。ご覧のようなトランクスの色分け、チャンピオンが3度目の防衛戦です。左当てました。大きくスイングします。チャンピオン、カンパスが気をつけなければホールディングいけないところは、ええ、打ってるところがいいんですね。打って終わって体が立って何もしないときが危ないんですね。バランスを崩します。チャンピオン、足が下がります。右もらいました。ショートです。チャンピオンのパンチが効かなくなりました、ね、ちょっと全くチャンピオンの距離ではなくなってしまいました。突っていく、左が当たりました。左が当たりました。チャンピオン完全にショートの打ち合いになります。ショートパンチの打ち合いになります。セコンドに言われた通りカンパスボディグローも入れ始めましたね、はい、ボディブロック、あー、いいコンビネーションを使います。左のダブル、2発目アッパーカットになっています。右のショートが左よく手が出ます。おっと、相打ちか、相打ちなんかやっぱりカンパスまだ危ないところあるんですよ、マルケスもこの1発を狙っています。パンチは、はい、カンパスの方が重いですね、負けなしのチャンピオン28戦全勝で来ています、ラウル・マルケス。
とボディーブローを払いました。チャンピオン距離を取ろうともう不妙です。きつくなってきたんですね。こんなステップ見せませんでしたからね今までね。まあ本当に相手の圧力に押されてきましたね。コーナーです。後ろが詰まりました。ちょうど間髪の左のボディーブロー、左のフックが顔面に、あれがいいんですね。左がいいんですね、はい。ちょうどサウスポー構えの選手の右の横っ腹ですね、向こうは効くところですから、これですね。浜さんもよく狙って打った感じじゃないですか。まあ逆にまだよく狙われましたけどね、ファンクスタイルの右側のボディグロスも。完全にこうなりますとサウスポーの利点を生かすことができてないわけですね。生かされてないですね。これだけ圧力で押されていると生かされてないですね。だからマルケスとすると長い距離じゃなくて今度はショートでもっとしっかりしたパンチ打てればいいんですけどね。チャンピオンも引っ掛けるパンチで出ていくことができません。詰められています。ライブラウンド終了しました。まあこのラウンドもよりボールのラウンドですね。よりというのが3つ続きました。はい。表情もいいですねやっぱりね。だからペース取ってですね、両主導権を握ってるっていうその自信でしょうね。ジョリ、¿por qué te vas con los pies cruzados en vez de con el pie izquierdo adelante? Los pies van siempre izquierdo adelante. Y ni bien lo tiene, no espere con la derecha. Métele la derecha por acá. El gancho después. Arrimarse, como mae, desde que siempre se adelante. Sí, bastante mae. Tú no puedes acabar, Cúbrete bien. Ahí te opte, dale vuelta los golpes cortitos. Se me come, ahí te come, te dice. チャンピオンのマルケスが嫌なことっていうのは前に出てこられることが嫌なんですね。距離取ると休めるし長いストレート打てるしいいんですけど、くっつかれるともう休めないしパンチは飛んでくるし何にもできない状態ですね。第6ラウンドです。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ。右のストレートを打ちました。かつては先ほど小泉さんの話があったようにジャン・フランク・ロージージャン・フランク、まあ以前はロシと言っていた時もありますけど、はい、ロージが持っていたこのタイトル、まあ、長らく持っていたんですが、まあ、巡り巡ってですねこのラウル・マルケスに映ってるんですけど ね、 ベルトが動き出す時というのは本当に動きでいってしまいますね。まあよく猫の目が変わるようにって言いますけどね、くるくると。まあ、新チャンピオンできた初防衛戦で負けてまた新チャンピオンまたその初防衛戦で負けて、そういういわば戦国時代的なこともあるんですよね、はい。マルケスこのベルトを守り続けることができますがこれが3度目の防衛戦、この辺が一つの正念場になりましょう。6ラウンド相変わらず突っ込んでいきます。カンパス、この試合はだんだん押されてきましたよ。チャンピオンがチャンピオンのマルケスですね。左フック、左フック、随分腹も目立ってきました。チャンピオンとしては落ち着いてですね左ストレートでカウンター取って右フックを返したいんですよね。そしてこの左ストレートやっぱり疲れも出てきてるんで流れ気味なんですね。パンチを流さないでもっとしっかり打つことですね。序盤 1,2 ラウンドは綺麗なストレートを、ね、打ってましたけどね。仮に空振りしたにしても、すぐ元のホームに戻りましたからね。早いワンツーを見せていきましたが、今はそれができません。追いかけます。右のストレート、インサイド。距離が取れません。ボディ、ボディブロー。連打します。嫌なボディブローですね、あれは。おお。肘にかってますけど、ああいうのが効くんでしょうね。効いてきますよ、あれは。距離を詰めていきます。カンパスはもう表情だけ見ますと安心して詰めていくような感じがあります。今ストレート。もう締めてきましたね。ボディブローです。いや、ストレートです。あの後右を返したいですね。右を返してそしてサイドに移ることですね。逆に飛び込まれてしまいました。
足は出しませんがかなり詰めてきます。カンパス。マルケスの顔かなりちょっと腫れてきましたね。第6ラウンド終了です。まあ、このラウンドもヨリボイカンパスの方がそのペース取ってますね。はい、まあ、より効果的だったと思います。はい、94年の9月にフェリックス・トリダードに持ちます IBF のウェルター級のタイトルに挑戦したんですが敗れました。先ほどご覧いただきました。そして96年10月にはホソルイス・ロペスも持ちます WBO のタイトルに挑戦したんですがこれも敗れています。これが今回が3度目の世界挑戦ということになります。ただ70戦してですね、その2敗しかしてないわけでね、はい、それがまあフェリックス・トリニダードでありそのホセルイス・ロペスですね。まあホセルイス・ロペス本来あのアイクコーチといい試合しましたけれども、まあ、68勝2敗ですよね。その68勝中58 KO してますからね。やはり打ち合うと強いですよね。7ラウンド目です。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、ラウル・マルケス対ヨリボイ・カンパス。カンパスが3ラウンドから優勢にラウンドを進めてきています。ずいぶんあのチャンピオン水がそうになってきましたね。あの目も塞がってきましたからね、ちょっと視界がね狭まっているかもしれません。あ、それでもショートレンジの打ち合いを挑んできます。こうなると逆にあの距離短い方がいいんですよ、これまで見て距離はもう取れそうもなくなってきましたからね。それと目が張ってくるとですね、はい、距離感というのも測りにくいんですね。あ、そうするともうあの接近して、もう勘で、分かりますからね。ショートです。まあ、このラウンドは打ち合ってみろっていう指示かもしれませんね。なんかショートでねかなり出してます。もう下がるのやめたようです。チャンピオン3度目の防衛、非常に苦しい勝負どころなんですね、ここで打ち負けるとそのまま行ってしまう可能性ありますからね。ミノック左返した、左返しました。今は左ショートで良かったですよ。前回のモリングスも苦しい試合だったんですが今回も非常に苦しい試合を強いられています。チャンピオンラウル・マルケス、チャンピオンのパンチが入ってますよ、ね、ああ左、ただ今トリプル左アッパーのですね顔面トリプルですね、3連発まだ続けます。今チャンピオンが開始、お互い接近戦でいいパンチ、ショートパンチ入れ合ってますね。動きが止まりました。チャンピオンちょっと効きましたね。チャンピオン降下します。チャンピオンディフェンス一辺倒になりました。手が出ません。チャンピオンボディブローです。ここでチャンピオンを踏ん張ってたんですけどね。あと大きく距離を取ります。せっかく踏ん張ってたんですけどね。あと40秒あります。カンパス大きなチャンス、30秒です。カンパスは詰めどころですね、これね。チャンピオンは、カンパスはもうさっきの勝負どころで一つ優勢に立ちましたね、はい、あ、しかしブレイク、レフリーが1回分けます。カンパスもちょっと上足がきそうです。おっと、ワンツー、ワンツー、これは取りますところ、ワンツー、あの打ち合いましたからね、カンパスも打ち疲れがありましょうね、やっぱりね。まあ、いや、そういうことはあるんですけど、やっぱり勝負どころを、勝負どころを一つ物にしましたよ。うわー、随分早くしまいました。チャンピオン、ラール・マルケス。まあ、打ち合いに出てですね、このラウンド、逆に打ち負けた感じがありますね。ポイントはカンパスのラウンドです。打ち合いではやはり挑戦者のカンパスに分があったようです。さあ、チャンピオン困りました。だいぶ苦しい立場になっています。ラウル・マルケスはですね、サウスポーですけど左右の動きがちょっと甘いんですよ、ね、だから右を出しながらその逃げ回るとか、やはりそのボクサーファイターなんですね、はい、ボクシングもちょっとしきれないところがありますね、はい、
セコンドしてるのが親父さんのアルトロとですね、はい、そして、まあ、兄弟のラウルですね。セコンドがなかなか降りません。この治療にパックですね。第8ラウンドです。 IBF 世界ジュニアミドル級タイトルマッチ、チャンピオン非常に苦しい防衛戦になっています。3度目、一方カンパスは3度目の世界挑戦、しかも71戦目、3度目の正直という言葉がありますが、さあダッシュ十分疲れましたね。チャンピオンはチャンピオン疲れます。ゴリが全く取れません。大振りで一発当てたいという気持ちはありますけど、当たらなかったらやっぱり攻め込まれてますよ。カンパスは手を出しませんが、プレッシャーをかけます。今一発だけでこれだけ下がってきました。さあコーナーに入ってしまいました。右クロス、それで打ち合いに持っていきます。よく見えています。カンパスブロックしました。マルケスとしてはこのロングの距離でですね、パンチを出して相手を突き放すしかしょうがないですね。足使うとどん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 追いかけてきますね。あーっと左突き上げました。さあカンパス、このレフリーがタイミングを見てるようです。チャンピオン危ないですね。左からチャンピオン非常に苦しい。前に出る力残ってればいいんですけど、いっぱいいっぱいですね。完璧です。紹介します。まだ時間はたっぷりあります。第8ラウンド、まあ、コーナーでメールディアスを打て打てというところですね。いいオスレーター、いいボディですね。このパンチを続けます。しっかりボディ打たれるとその追われてる方は嫌なんですね。ショートのパンチをチャンピオン打つんですが、どれほど効果がありますか。このラウンドワンサイドになってきましたね。本当にそうですね。アウト、左ダブルです。ちょっともう視界も随分見えてないです。あ、レフリーが止めました。試合終了です。まあ仕方ないでしょうね。それだけ顔も腫れて見えにくいだろうし、仕方ないでしょう。ヨイボーイカンパス新チャンピオンです。なんと71戦目にしまして世界の頂点に立ちました。これが3度目の挑戦だったんですが、ヨイボーイカンパス26歳、はい、ちょっと狙い撃ちの感じになりますね。レベリン近藤さんももう止めるタイミング見てたようですね。そうですね。あれだけ手が返せませんとやっぱり安田さんしょうがないでしょうね。あ、そうですね。あの打ち返せればよかったんですけど、一方的なところになりましたから、もうレフリーも仕方ないですね。レフリーはまあチャンピオンマルケス、まあ前チャンピオンマルケスに、打ち返せる力が残ってるかどうか、そういう判断もしてたみたいですね。はい。あ、随分に腫れてしまいました。あ、そうですか。右の方が当然顔が前に行くわけですけれども、その感じの右目、視界が随分下がったんではないでしょうか。まあ見づらかったんでしょうね。まあファイターに対するサウスポーの利点、左ストレートがナチュラルにカウンターになるっていうのをですね、うまく活かせなかったですね、はい、もっと右フックを使ってですね、相手の接近を回したかったですね。From Caesars Atlantic City, referee James Condon has to call a halt to the bout. The official time, 2 minutes, 29 seconds of round number 8. The winner by knockout victory and new junior middleweight champion of the world, Yori Boy Campo. Very happy expression. Yori Boy Campo.新チャンピオンです。ついにベルトを手に入れました。